こんにちは、コムドットです。はい、ということで今日なんですけど、正義くんからなんかやだ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 、絶対やだ今日は何ー違う違う違う、まあ今日なんですけど、はい、正義からね、LINE をいただいて、ちょっとなんか引退するらしくて、いや、その本当にちょっとまあホットモトフィールでの神戸地弁戦を受けて、まああまりに活躍してないところが、はいはいはい、ちょっと次のパワースペの試合で、はい、まあ、活躍ができなかったら、はい、ちょっと引退しようかなと。はい、じゃあ引退で。ちゃん出てくると思う。いやいや、これコムドットじゃねえんだ。だから嫌なんじゃないの、コムドット。なんでお前が一番乗り気やろ。ちょっとまあ、だから引退で。早いって。活躍できなかったら。だって、誰でも入れるチャンネルじゃないですよね。どこにも入りたい2人いるのに、うん、そんな入ってる選手がなんか勝手に引退なんてね。え、何人数ですか？ツインズと今同じこと言ってるけど、俺、ツインズほども期間ないから、これ。二郎戦開けて、1、2週間後にもう次の試合あるから。ツインズですら、ワンシーズンだったから。俺、1試合で、しかも、20回やばいね。まあまあまあ、そんな感じで、まあなんか引退をかけて、まあ、次の試合頑張りたいということで、でもマジで臨みます、次は。本当はスタメンで出れるとかないじゃないですか。ないよ、だからもう働いたポジションで頑張る本当に要は活躍できなかったら引退。いや、本当に活躍できなかったらマジで引退、はあ、引退するやつはあんま教えるメリットないんですけど、T 岡田選手に教えてるのもんすよ。いや、引退って言ったけどあれはもう契約上の問題で、なかなか難しいから引き止める。なんかカメラ回すのもちょっと迷ったんで、普通に野球教えてほしいのかなと思ったけど、俺が引退を止めれたっていう功績になる。お前活躍した、足やるわ、頼むよ。バッティングもそうだし、はい、ちょっとピッチャーもやらせてもらって、対戦とかね。じゃあ野球3人とも野球うまいじゃん、うん、じゃあこの3人とも対決もしつつ、そう、だからちょっとピッチングもさせてもらって、はい、左バッターばっかだけどまあちょっと左抑えないと。そうだね、確かにそうだよ、生きる道できるから。そうだね、だからちょっと左対戦もしながら、でバッティングの悩みも聞きながら、はい、まあそんな感じで今日はどうやっていきましょうか。よろしくお願いします。はい、お願いします。お願いします。じゃあ、まあスイングまず見るか。お願いします。滑りね、ナイススイング。あー、ちょっちゃい。褒めてる場合じゃないですよ。あ、似てる、そこ。あ、言われちゃった。褒めてる場合じゃないでしょ、今。何やってんの。いいよ、めちゃくちゃいいスイング、スイングはいいんじゃん、綺麗。はい、はい、バット出したんだけど、これちょっと今意識してるのが、バット立てようと思って、はいはいはい、やってるんですけど、その辺ってなんかどうですか。あ、ね、ちょっとね、考え方的にダメとは言わないけど、もっとフラットにした方がよくて、シンプルに今打席の中で何が嫌なのかとか、何が不安なのかとか、なんか振ってった時にどうしてもこういう打球がいっちゃうとか、そういう悩みから解決しちゃった方がいい。バットがこうだとかじゃなくて、まず自分が打席の中でなんかなんで打てないんだろうなのか、ミスショットなのか、どっちなのかを気になる。これは打席に立つのが怖いです。あら、引退だ。ボールを待てない、多分打ちたい球じゃない球に手出しちゃってる感じが、打ち急いじゃってる。それがちょっと、まあ、焦りもあって、行かなきゃ行かなきゃって、まあ、考え方かもしれない。はいはいはい、じゃあボールが待ってないってことだ。そうですね、打席の中でボールは見えてる、見えてるけど、この球は絶対打てないなって球はあんまないんですが、インパクトいった瞬間に釣れてるみたいな、ミスショットが多いのと、打ち急いじゃん。じゃあ一旦普通に打とうか、3球ぐらい、まあ、ホームラン打ってもいいから。はい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 、次はボールのまま振ったらダメ、ヒットはサードの横だけ。はい、あー、いいね、すごい、いいよ、あ、いいよ、まあ、これでさ、何がしたかったかっていうと、多分目切りが早いよ、今までの打席って。だからボール振ってんだよね、結構。で今って絶対に最後まで見るシチュエーションを作ったから、そこまでボール見れるって余裕があるのに、もう自分の中で前で判断しちゃって、あ、いか、行こうってなっちゃうから、先っぽとか力んでファーストゴロとかが多い。意外とあっち方向にイメージしていいのかもしれない、見切りが早い。それで行ってみようぜ。いいね、そう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 、いいね。調子悪い時は、まあ、今はしっかり振ってるしいいんだけど、調子悪い時は全部あっちにボールを返してあげるって練習をしていくと、自分がどこでミートポイント打ってるのかも分かるし、ストライクゾーンも分かるようになるから。
だから自分の体からバットが離れた瞬間ボールだから、だから追っかける必要もないしっていうポイントを確かめるためにあっち側に全部打っていく。はい、いい返事だね。あ、いい、今のめちゃくちゃいいね。それじゃん、次は全球あっちで、全球打ちで全部あっち、ボール球もいっていい。そうそうそう、ファールにできます。はい、それフェアに入っちゃったらもったいないから、もっと逆、もっと逆、全部レフト線。あー、いいよ、悪くない、ボールはレフト線。そう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 、ほんとそんな感じ、そんな感じ。はい、返した、帰った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 。帰るのが早いとミスショットにつながるから一旦返さないで。そう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 、いいよ。そうそうそう、だからこれってダメとかはないんだけど、ファールにできるっていうのを知っとけばさ、フェアに入んないからさ、1打席終わらないやんっていう練習。うん、そう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 、しっかりトント。あ、いい、悪くない、まあ、そんな感じだね。なんかさ、しょうもないピッチャーゴロばっか打ってさ、なんかホームラン分かるよ、俺もそういう時期あった、はい、いや、なんならこの前も狙ってた。でもやっぱお前がクリーンヒット見たらそれだけで評価変わるんじゃないの、はい、視聴者って。次はちょっと聞いてない、意外とパワースピーの視聴者って意外と野球の高いよ、はい、野球感度高いから意外と逆方向とか褒めてくれるよ。できる、ホームランじゃなくて、綺麗な人じゃなくても、まあ、心でも間抜くような逆方向になってる。そうだね、そしたら高橋選手。自分の中ではその合格点は何なの、それ引退か引退じゃないか。まあ、バッティングは正直、うん、そんなになん内容はっていう感じなんですけど、うん、ピッチングはなんか内容完全に、まあ試合を作ってくれ、うん、作れたらってことだよね。自分の役割果たせるかどうかってところですかね。なんか、まあ、そうだね、もう今近いは投げたし、クーニーさん投げて抑えたし、あれあれ投げるとこないぞ、あれ思ってるんで、いる、いる意味 MC、 いや、そのもう MC ってでかい人いるから俺じゃなくてもできるし、まずいな。ちょっとこの次の試合はバッティングはまあ、ヒット1本出たらいいなっていうのがあるんですけど、ピッチングはちょっとやっぱ内容というか、先発だったら試合作る、長い、長すぎだったら長い、俺のチャンネルで長い、一人で長い、終わり、ほらほら、もういい、もういい、編集ない、テロップない、やらない、動画ない、音動画ない、じゃあ次ピッチ、じゃあピッチやろう。じゃあ正義の球打つか、おー、ナイスボール。内野安打。あー、ナイスボール。何？カット。カットなんだ。いいね。まっすぐね。
あーナイスボーバチバチ、あー緑川さんいいって、毎回緑いいって、わっは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 っ、休憩休憩、一旦休憩、休憩か、あ、あれこれ答え、あ、見て